首羅山遺跡は、福岡県か谷郡久山町にある、中世の山岳院遺跡。2013年3月27日付で、国の史跡に指定された。首羅山、図工寺という寺院があったとされる。この遺跡は、久山町の北東部に位置している。早くから地元では知られていた遺跡だったが、本格的な調査は2005年までまとねばならなかった。 久山町教育委員会の手による数字にわたる調査の結果、当時の姿が良好な状態で残っていることが判明した。2017年現在も久山町教育委員会の他九州歴史資料館が共同で調査を行っている。中世の遺跡は幾度となく戦火に巻き込まれ、あるいは開発行為等により残存している遺跡は少ないとされるが、久山町が 福岡都市圏に位置しながら、比較的開発行為が進んでいないこと等から、奇跡的に良好な状態で、当時の国際貿易都市、博多を現在に伝えている。主に、元屋、西谷、三王、日吉山頂部に遺構が残っていることが判明している。なお、現在は調査中の遺跡であるため、一般向けの公開は年に1回のみである。令和2年3月28日に、 首螺山遺跡登山道がオープンした。天平時代、くだら国から海を渡りやってきた、白山権現が乗る虎を恐れた村人が、首を切り落とすとその虎の首が光り輝き、さらに包み途中に埋葬し、十一面観音を祀る、祠を建てた。これが、首螺山図工事の伝承である。鎌倉時代初期には三百を超える僧帽が立ち並び、流星を極めたとされる。 中世博多の貿易を担った博多綱首たちにより、庇護され、庭園のある遺構などは、大陸の貿易関係者を歓待するための、迎賓施設ともされる。元や地区中腹には、機壇を持つ御剣道を中心に、衝動や首老、河原吹き建物、墓地などがあったとされる。周辺からは、中国の慶徳鎮山の青白寺や数富寺、朝鮮半島の高麗政治など、 貿易陶磁器の有品が出土している。特に、徳鎮さ産の青白寺は、日本国内で初めての出土品であることが、久山町教育委員会、九州歴史資料館の調査で判明している。西谷地区には、草原通が漢方したと伝えられる、漢方神や、活石生、石鍋製作跡文法二名の痛みがある、墓の王と呼ばれる、墓地群が存在する。その他、 石垣などを伴う庭園場以降のある平坦地も確認され、今後も調査が進められる予定である。首羅山山頂にある薩摩島山頂地区はかつて白山神社が鎮座しており、今は江戸時代に制作された祠と薩摩島や宗風志士に代表される中国風の石像物が今も残る。これまでの調査で山頂地区には、 幅4メートルほどの66段もの石段があることが判明している。この石段の中心軸は正確に南北方向をとっており、元や地区の古堅道を中心としたガランの軸線と重なることが分かっている。また、13世紀には山全体を改変するような大工事が行われたことが判明しており、当時の土木技術の高さの一端が狙い割れる。ありがとうございます。